こんにちは、札幌占い美容師山口のことです。今回はバッサリちょっと切りたいっていうことで、肩ぐらいの長さに切ります。明るくできないということで、むしろまあ黒髪 に本来しないとダメだっていうことなんで、髪質も改善しつつ、バッサリちょっと切る、外ハネに切っていくっていう感じをちょっとやりたいと思います。まあ、イメージの写真のところまでちょっと切りたいと思います。でバックの方は外ハネのラインで切りたいということだったので、そんな感じでちょっと切っていきたいと思います。イヤーとイヤーから前の部分を、イメージってバックから切る方多いと思うんですけど、人差し指と親指でこう持っていただいて、まあ、ちょっと長めですけど、で今度上から親指と親指をくっつけるような感じで、ここを R で切ります。はい、ただまだね、長さの方が、まあ、結構長いんですけど、まあ、僕は大体ここで聞きます。長さどうですかってことで、もうちょっといけますかとか、まあどうですかね、こんな結構私意見言っちゃいましたけど、もうちょっと短くですか、分かんない、どうしよう分かんないですね、ちょっと分かんないですね、まあ、ちょっとイメージがね、ちょいこっちも行ってみますね。まあ、結構ね、このやり方自体雑に見えるかもしれないんですけど、まあ、後ろからこうきっちり切って、後ろでカットした位置でもう全て決まるっていうカットラインと、カットの切り方と、やっぱこれはちょっと違いますので、一緒に長さを決めていくっていうやり方としては、こういうやり方の方がいいかなというふうに思っております。まあ、ガイドがないんで、ちょっと最初は慣れるまでやりづらいと思うんですけど、それを親指とここをつけて R で切ります。はい、まあ、多少長さはこれ左右最初違うんで、徐々に今攻めていきますから、まあ、ここでね、こう耳にちょっとかけて雰囲気を作ってみたりとかした時に、まあちょっと長いかなって気もしないでもないです。結構モデルさん小顔なので、多分結構切り込んでもいいのかなって気はするんですけど、もうちょっといっちゃってもいいのかなっていう気がしますね。その方がもっとかっこよくなるのかなって気がします。このぐらいまでいっちゃっていいですか。いいです。行き過ぎ。いや、いいです。はい、もう分かってます。ちょっとディスカッションしながら行きましょう。そう、任せてもいいんですけど、まあ最終的に任せるってなっちゃうんですけど、この辺でもいいですかっていう感じで僕はいつも聞いてるんですけど、ね、この辺でちょっと行ってみますかということで、はい、上からノーテンションで持ってってこう切ります。まあ、最後ね、ちゃんとなりますからね、適当っぽいですけど、こっちちょっと気をつけてくださいね。左右長さがね、結構変わりやすいんで、まあ、僕慣れてるんで結構こう、結構近いぐらいにも一気にいけちゃうんですけど、最初はちょっと戸惑います。まあ、こういう感じで今長さがだいたい、まあこのぐらいだったらいいかなっていうのがちょっと見えてきました。でここだなと思ったら、怖かったらね、ここでノーテンションでこう印をつけてもいいかなと思います。例えばこの辺にこう印をちょっとこうつけておきます。そしたらだいたい点と点を結んでいく感じで、コンベックスでカットします。ここをコンベックスでカットしていきますね。ノーテンションでコンベックス、つむじからまっすぐ来てる感じですね。はい、まだね、仮ですから、ここからつむじからまっすぐ落ちてくるところです。でこれ持ってきたらラインと同じぐらいの長さなんですけど、まあここからいろいろまたやっていくので、もしそれができなかったら、そうね、こういうふうに持っていただいて、ここだなと思ったらこっちの方がまあより怖くはないですね、慣れてない方は。でこのまま指で挟んで、この 50% のライン、そぎばさみですね、これでラインをちょっとずつ作っていく、こっちの方がまあ一般的かなと思いますよね。はい、このような感じに、怖い方はこういう風に作っていった方が安全だと思います。手の方が体にこうフィットするような感じの方が、
こういうラインになっ、こう沿うんで、立てるとこっち長くなっちゃうんですよ。体を、指をこう立てちゃうと、どん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 左長くなっちゃうんで、体にこうつける感じの方がいいです。周り、体をこうちょっとこっち側に寄せるって感じですね。ない。もうやめた方がいい。いや、全然、どう思います？逆に。もうちょっと長、ちょっと長い、もうちょっと行ってもいいかなって気はしてますけどね。じゃあします。いいですか？はい。はい。左右ちょっと大丈夫かなっていう感じで。そしたら今度ここですね、体をちょっとこっちに入れながら、分かりやすいように、ここでちょっと外羽を、もうここで外羽をイメージして作ってから中を削っていくみたいな。外羽なんで、外羽はもうここで外羽になってますよね。外羽をイメージして切る、こうやって切る、えぐっていくと外羽になるんですよ。こういう風に髪の毛で自然にこう切った形、切った方向でデザインが作られるんで、ここを外羽に、ここを削るって感じですね。そうすると外羽に跳ねやすくなります。でこういうスタイルを切るときは僕はそうしてます。でブラントシェニング、ブラントシザー使う、ショーガルタン使う場合もあるし、R2 でぼかしていく場合もあります。皆さん多分そのいきなりライン作っちゃうと怖いと思うんで、皆さんと同じようにそぎばさみを使ってやっていきたいと思います。はい、やり方は簡単です。縦に今これパネルを縦で取ってる状態を、表面の長さをガイドにします。ここをガイドにして中を削っていく方法です。真下に引き出していいですかね、真下に引き出します。その時の2つに分けたとしたら、こう中の方を指、人差し指と親指で下にキューってこうテンションをかけている状態です。ここはテンションがかかってないんです。ここを長く切りたいですから、このまま引き、外跳ねにしますね。でこのままここのポイントを削らないようにして、この辺からずらしながら外跳ねの状態を記憶しながら徐々にこう逃がしていきます。これでも外跳ねができるんですよ、簡単に。なので、なんかちょっと今短くなってるんですけど、このまま下に、ここがポイントですね。下にやって、ここを持ち替えて、裏面を出して、ここを、ぼかしながら、ちょっとずらしながら、こういうふうに切っていきます。これでも外跳ねできてるじゃないですか。外跳ねってこうやって作るんですよ。だから、いろいろな方法があるんですけど、これが一番かっこよく切れます。そして、今度また指1本分ぐらい、隣に行って、また同じように始めるところはね、スタートするところは多少左右ずれちゃうんですけども、何センチぐらい、指何本分ぐらいからハサミ入れてこうっていうのを決めてって、指3本分ぐらいに、今5センチあたりから今入れてってるんですけど、そこから入れてこうっていうことで5センチの位置、ここからめくって外羽を作っている感じです。こういう感じですね。これでも外羽できます。はい、もう一回やりますね。この5センチ、指3本分の5センチの位置から、はい、この3点ポジションで逆刃で切っている感じです。これでエッジがある外羽がここでもできるわけですね。これでもできてるんですよ。いいですかね。こうしごく感じです。外羽にしますから、外羽にして5センチの位置からこういう風に切っていきます。でまた5センチの力、はい、これ2回やれば切れるんで、ちょっとここが難しいんですけど、こことここのポイントは引き出す位置ってちょっとこっち側になります。まっすぐじゃないですか、ちょっと上がって下がってます。そうすると引き出す位置はこっちです。その位置に引き出します。そしたらまた同じように5センチの位置、同じ5センチのこの位置から、この線、先ほどの引っ張ったここの線状の形で引っ張って進んでいきます。いいですか。この線状に、こっちに行くんじゃなくてこっちに行くんじゃなくて、この線状に引っ張っていきます。いいですか。ここをえぐって5センチのところからこの線状に持っていく。
これをなぜじゃあそうするかっていうと、これバックにやっちゃうと後ろに跳ねるようになるんですよ。で前にやると前に跳ねるようになるんですよ。なんで一番正しい位置に跳ねさせたいので、今これ跳ねてるの分かりますかね。一番いいこの位置、正しい位置に跳ねるという感じができます。耳周りですね、結構難しいんですけど、耳周りのところは今度はこことここの結構前に引き出すんですね。ここはこことこの線と線を結んだ延長線、ここです。この位置を覚えてください。ちょっとここは特殊なんですけど、そのまま持っていくとダメで、こう持っていく感じですね。なんで少しこう持っていく感じです。表面の毛がこう持ってきちゃうと短くなっちゃうので、ちょっと難しいんですけど、こう持っていくような感覚値にちょっとなっちゃうんですけど、こう持っていく感じです。で5センチの位置から持ってきます。いいですか。これをこう持っていく感じです。表面の毛をなるべく遠いところに持っていく感じにすれば、これ外跳ね、簡単にこう外跳ねできますね。今度はこことここの線の先っちょがここですね。耳周りちょっと難しいんですけどね。でテンションかけてるのは半分に割った中の方だけです。表面はテンション入れてません。ここを少しテンション入れさせてもらって、くるっと回して5センチのところ、ここから表面の毛を切らないようにしてずらしながら入れてきます。パートはここなんですけど、指3本分の5センチの点、それから黒目の外側の延長線上の点を三角形を結びます、はい、で下ろしますと結構長いんですけど、ここからちょっとだけ小番組を少しこの辺から流れようかなと。なんで今印をつけたら指でこう持って、あこの辺だなと。そしたらサイドチェンジします。サイドチェンジ以降して、ここからここのラインをこれ動かしながら、動かしながら、これ動かしながらこう切っていきます。さっきのところもう一回なぞります。サイドチェンジスーッとしながら、この位置この辺だなと。これでコンベックスでつながるように切れます。簡単にここでコンベックスにこうなります。ここ切れてますね。そしたらこっちも同様に、黒目の延長線上とここを切るんですけど、こっちの量がそんなに多くないので、ここはつながるように、ここからつながるように、あんま切るとこないですね。ちょっとですね、ここの点と、ここはサイドチェンジ使わなくても大丈夫です。こっちはまずはこの毛を動かしたいと、あんまりここから曲げたらちょっと変なんで、もうちょい下かなと。ここから曲げたい、ちょっとその下ぐらいかな、この辺かな、この辺から曲げたいと思ったら、この点持ってますよね。ここにそぎを少し入れてください。そしたらここから毛曲がるんで、曲がるようになるんで、まあ、できれば本当はこう曲げた状態でそーっと入れた方がいいんですけどね。そしたらここから曲がるようになるんです。毛がこう曲がります。でこの毛を僕はこうした方が可愛いと思うんですよ。これも好みになっちゃうんですけど、僕はこの毛を外、より外跳ねにこうした方が可愛いと思うんで、思ってるんで、そしたらこのカーブの一番先端のところですね、ここにそぎを入れます。で、この毛をまず曲げます。で、ここにまずカーブを作りますね、こういうふうに。今カーブできましたね。そしたら今度ここはいらないかなっていう感じはあるんで、ここはいいかな。まあ、ちょっと必要、一発ぐらい入れてもいいかもしれないですね。ここあんまやると軽くなりすぎちゃうんで、ここに一発ぐらい入れといて、位置巻きを作って、髪の毛をこうやって外側にするっていうふうに、こんな感じです。そしたらここがこうなります。あとは長さ設定ですね。ここから曲げたい。曲げたら可愛いかなと思うんで、このポイントですね。なんかイメージがこうなりつつのちょっとこうなるみたいな、このまま外跳ねだとおかしいんで、この外跳ねになった毛がここの跳ねた、ちょっとここ一回そぎ入れますね。ここに折り目つける。折り目つけ終わったら、今度ここを内巻きの方が可愛いと思うんで、このそしたら今度ここ内巻き、内
ここも波ウェーブになる感じに削ぎを入れた方がいいです。ただ適当に入れるんじゃなくて曲げたいところに削ぎを入れる。そしたらこうなってこうなると、ちょっと後ろにこうなると思うんですけど、これはベストですね。外を跳ねるでこういう風に後ろになって外を跳ねから内になるみたいな感じにするとまあいいかなと思いました。ウルフ調のダミーがあった方が可愛いんで、ギザギザの量もちょっとこの本当に指2本分ぐらいしかこの使ってません、はい、ギザギザを取って僕も本当このままシンプルに真ん中の中間のところから削ぎを入れて毛先の方に普通にこう削ぎバサミ使っちゃいます。そしてここに高さを出すっていう感じですね。はい、しっかりとやります、はい、ここがちょっとまあダミーウルフっていう感じなんですけど、この超簡単ですね。ここから中間の位置から中間入れて中間入れてこのさらに中間入れてみたいな、そんな感じです。中間入れたら今度その中間を入れていくような、そのぐらいの感じで大丈夫です。中間入れて中間、この辺ちょっと少なめの方がいいです。はい、ここはここもこれをね前に持ってきていいですか。今度フロントに持ってきて髪の毛の真ん中さらに真ん中って感じです。ここにでさらに真ん中入れるっていう、こんなこれだけです。本当に超簡単です。ちょっと強い毛先のラインをちょっとところどころ入れていくという感じにここはしてます。はい、こういう感じにしてますね。その方が好みなんでそうします。ちょっと正面向けますね。ダメなんで外跳ねしごきながら外跳ねをイメージしてブランドっていう感じにしていかないと外跳ねに切った意味がなくなっちゃうので、そうします。結構かわいい感じになるんでちょっとお待たせしたりとかして、こういう風に結構縛ってもかわいい感じになります。で、ちょっとそれからやります。ここはシャンプーしちゃうとタイムロスになっちゃうので、泡立てるだけの感じに僕はしてます。コームで溶かしながら、やる感じですかね。はい、そうするとこう滑らかな粘土がこう出てくるんですけど、まあ、こういう泡になって泡というかこうとろみが出る感じです。この状態になったら OK です。ちょっとすいませんね。つけたら全体になじましていきます。頭皮につけるっていうよりは髪の毛につけていただいた方がいいです。まあ今日のモデルさん髪質がねそんなに問題はない方だったのですけれども、まあ、例えば今日みたいなモデルさんの髪も結構アホ毛みたいな細かい毛が結構出やすかったりする髪質ではあると思うんで、今日はそうでもなかったんですけどそういうのも抑えていけますし、多少の癖はちょっと収まります。高額なトリートメントもいろいろあると思うんですけど、そういうのを使うよりも、これだけの方が効果もあるし、まあ、短時間で高単価が取れるトリートメントで結果も出ると。こちら紫青緑っていう感じにしております。毛先のブリーチのところを切っちゃったのでほぼ黒なんですよ。黒なんだけどなんかちょっと透明感出したいなと思ったんで、こういう色をちょっとビビッドな感じを使ってるんですけど、通常は NG です。はい、通常で一番使えるのは黄色と緑使ったりとか、黄色をかましていくと色が薄まるので結構使えます。黄色とグリーン、黄色とブルーとか、あと黄色と紫も使えます。はい、その時によって髪のね明るい人にあんまりビビッドな色を入れちゃうと大変なことになっちゃうので、今日は結構攻めます。こんだけの色を入れますからね。でこの上にやり方としてはもう塗っちゃいます。で顔周りはこのベストコームが結構ちょうどよく、マニキュアとかも塗りやすいんですけど根元つかないでキリから塗れるんで、基本的にはこれに直接、はい、このこういうベストコームにねこういうふうに塗ったのをそのままこのままこう塗っていきます。こんな感じで。ちょっと反対側です。失礼します。シャンプー台で終わらしちゃいます。
こういう感じで塗っていきます。はい、最後にネープですね。ここに溜めたらちょっと首1回ね持ち上げて、ネープ側、はい、失礼します、ちょっとすいませんね。でネープ側を塗っていきます。このような感じで塗っていきます。全然まだ中間のあたりとかは浸透しないので、まあ、より通常のカラー使うよりもツヤツヤになります。でターバンをします。保温キャップ、これ結構保温キャップあるんですけど、これ普通に備通販とかでも販売しておりますので、この保温キャップをかぶせて時間を放置するっていうような感じになります。はい、これ席で時間を置くっていう感じですね。シャンプーして、乾かした状態になります。はい、結構質感もしっとりしてますよね。ちょっと触ってみてください。まだ乾かしたわけですけど。で今まだ半乾きの状態、まあ今8割から9割ドライの状態で、根元ちょっと今濡れてます。でこのぐらいの時に、これからこうアホ毛だったりとかくせ毛だったりを抑えていくアイロンをちょっと入れていくんですけれども、この状態で入れて、収めていくというような感じです。基本的にはまあツインブラシでくせ毛とかをちょっとね抑えていった方がいいんで、ツインブラシ使います。アイロン入れた後に最後ちょっと通してあげた方がいいです。アイロン入れてあげて、その後に最後通した方がよりその向きが、髪の毛の向きを整ってくれるんで、その方がいいです。結構そのアホ毛とか多いのがこの中間ラインに結構多いので、この辺はじっくりいった方が僕はいいと思います。あんま早くやらないで、はい、この辺ですね。この辺じっくりいって、毛先がまあ薄いんでシュッとやるぐらいにいっても、そうすると髪の毛がもう全然違う感じになるんですよ。実際にやってみたらこう違いが多分ね実感していただけるんじゃないかなと思います。ここでここ溜めます。ここを溜めていきます。ここですね、溜めるのは。ここを溜めます。で毛先とここを溜めます。さっきカットで曲げを作ったところを、まあ、実際にアイロン使ってちょっと軽く曲げてみたりとかします。こういうですね。でもみあげのところは内巻きで、まあ、S 字なんでこうなってこうなってますよね。一回内巻きをイメージさせたら外はめですっていう感じに作っていくんですね。内巻き記憶させて外はめ、ここも内巻き、はい、内巻きなんとなくしたら外はめです。アイロン入れたからっていうわけじゃなくて、しっとりサラサラの質感が出せたかなと思いますけど、結構違いますよね。はい、結構アホ毛は取れました。これでね、これでシャンプーしても取れてます。で、バームワックス、こちらを、多分彼女みたいな感じには非常に合うと思うんで、このバームワックスをちょっとつけます。結構多めでもかっこよく似合いそうな気がするんで。この匂い好きです。これいいんですよね。いい匂いする。結構短いです、結構縛ったら、縛ってもなんか結構可愛いと思います。こういう風にしても可愛い感じか、はい、結構いい感じになって縛れると思います。すごいいい感じの長さ。このくらいまで切った方がね、いいですね。はい、これだと縛っても、ちょうど顔周りのところがこう薄く出て結構かっこいいかなと思います。こういう感じに無造作に縛ってもいいかなと。襟足もちゃんとこうやんないとかもありだと思うんで、はい、こういうカットラインが簡単に作れちゃうんで、こっちもこうですね、見えますか。ああごめんなさい、そうカメラに言っちゃいました。これもいいですよね。ああすごい。でもこの可愛い感じにこうなるんで結構いいですね。ここも適当にね、あんまりちゃんとやんないで、なんか本当適当に縛った方が結構かっこいいかもしれないですね、はい、めちゃめちゃありがたい、はい、ちゃんと縛らないから。そうちゃんとしなくていいよみたいな感じ。